ロビンソン・サパタ・モンターニョは、コロンビア・バジェ・デル・カウカ県フロリダ出身のプロサッカー選手。元コロンビア代表、インデペンディエンテ・サンタフェ所属。ポジションは、ゴールキーパー。アメリカ・デカリで、プロデビュー。その後は、コロンビア国内やアルゼンチンのクラブでキャリアを積んだ。2007年7月、ククタデ・デポルティーボから、FC ・ステアアブカレストに50万ユーロで移籍。 加入から半年後にはリーグで最もその才能を評価された選手になった。2シーズン目にはミスの目立ったチプリアンタ・タルシャヌからポジションを奪った。しかし2010-11シーズンからビクトル・ピツルカ監督が就任すると構想から外れベンチ生活を余儀なくされた。その後、ピツルカからイリー・グミトレスクに監督が交代すると再びレギュラーに抜擢された。2010年12月、 クラブとの契約を満了したイダン。2011年1月、ガラタサライと単年契約を結んだ。しかし13試合で無失点がわずか2回と、凡庸なプレーに終始し、6月に契約を解除した。ガラタサライ対談後は、コロンビアに帰国し、プレーを続けている。コパアメリカ2007のアメリカ合衆国戦に出場したが、累積警告のため86分に退場処分を、 受けた。ありがとうございます。